皆さんこんにちは。京都大学から来ました西岡と言います。どうぞよろしくお願いします。私はですね、数年前にこちらの学校からこんな依頼をいただきました。山城高校では生徒たちに山城ふばこという名前のポートフォリオを作るように指導しています。山城ふばこという名前には御所に上がった女房たちが恋文などを入れて大切にしていたふばこのように生徒たちにとって大切なファイルになってほしいという願いを込めています。で、西岡先生はポートフォリオについて研究しておられると聞いたので、生徒たちにとって意義深いポートフォリオの作り方を直接ご説明くださいっていうことで、多分今回で4回目になるかと思うんですが、どんな風にポートフォリオって使えるのかなというあたりをお話しできればなと思ってまいりました。で、どんなポートフォリオを作ってもらったら高校生の皆さんにとって意義深いポートフォリオになるのかなというのは、私は教育学を研究してるんですけれども、私自身にとっても研究課題というところがあります。つまり高校生の皆さんにとってどういうポートフォリオを作ったら実際に皆さんが作ってよかったなって思えるのか、私自身がここまでは分かってきてるよっていうようなところをお話しするんだけれども、皆さんの方からのアイデアもぜひいただきたいなと思っているので、今日は1枚ね、私の志と目標シートっていうのをお配りしてますけれども、その裏側にアンケートのような内容もつけてますので、ぜひ忌憚のない意見とかアドバイスとかもらえるといいなと思っています。はい、今日は講演の後、うちの学生や院生との交流会も予定していただいているんですが、最終終わるときにそれは出していただこうと思うので、おいおい書いてもらえたらと思います。で、最初に一つ質問なんですが、今後皆さんが身につけなきゃいけない力ってどんなものなんだろうって思われます？私この間テレビ局のインタビューを受けたんですけれども、そのインタビューでそのテレビ局の人が聞きたかったポイントっていうのはですね、これからすごい社会が急激に変化していく時代に突入していると。西岡先生はこれから必要な力は今まで必要だった力と違うと思いますか、それとも同じだと思いますか、イエスかノーかでって答えてくださいっていうのがですね、さすがテレビ局というのは明快に論理を二分しようとするんだなというのを感じましたけれども、どう思う、みんな、皆さんの親の世代が必要だった力と今からの時代を生きる皆さんに必要な力っていうのは一緒なのか違うのか、どんな変化が社会にあるかっていうことでいうと、ちょっとこうね、新聞記事などを気をつけて見ておられると、いろんな社会の変化がそこで論じられてるってことに気づかれると思うんですね。例えばグローバル化っていうことに関して言うと、これは朝日新聞に載った国境あるようなないようなっていう文章からの引用ですけれども、ある会社がですね、アプリをこう提供してるんだけども、アプリを開発し運営するのは中国の若者たち、会社は北京にある、日本のベンチャーキャピタルが出資し日本向けの助言をしているのは日本人の社長の会社、東京やロンドンにあるサーバーは米国の会社から借りている、アプリの利用料も課金システムを握る米社が集めると。一つの会社で普通に多国籍の人々が一緒に働いているっていうようなことが始まってるよっていうことが、例えば紹介されていたりします。それから国立情報学研究所の新井典子先生が、コンピューターが仕事を奪う時代がやってきたっていうようなことをおっしゃってるんですけれども、例えば従来だったら調査や分析、設計や組み立て、営業や販売といったような仕事を人間がやるっていうことが普通だったのに、どんどん、コンピューターがね、自動的にやるようになっている。で、実際どうですかね、ネットショッピングなんかするとこうあなたにおすすめの商品っていうのが自動的に出てきて、昔だったら多分この顧客だったらこういう商品進めようってこう人が考えてやってた仕事がどんどんコンピューターに置き換わっている。で、デューク大学のキャシー・デイビッドソンっていう方が予測したところによると、2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの 65% が大学卒業時には今存在していない職業についているんじゃないか
ていうような予測をしています。もちろん予測なんでね、本当に当たるかどうかわからないんだけど、まあ、システムエンジニアっていうようなコンピューター関連の仕事は一昔前にはなかった仕事だから、そういうふうにこうどんどん新しい仕事ができてくる反面、今ある仕事でもなくなってしまうものもあるんじゃないかというようなことが言われています。それから IPCC の報告書で、地球温暖化というのがかなり深刻だっていうのも何年か前に新聞記事に載りましたね。気温上昇を2度以内に収めるってことは結構、難しいんじゃないかというような予測が出ています。今回もね、梅雨時ですけれども台風が3つもできて、どんどんその台風 の湿った空気が梅雨前線に差し込んじゃうもんだから、今年の梅雨はなかなか大雨だというのが皆さんも今感じておられるところじゃないかと思うんだけども、そういうふうにこう地球温暖化の影響がさまざまなところに出てきた時にどう自然災害に対応していけるのかっていうようなことも結構切実な課題になってきそうですよね。それから、日本ということに関して言うと、少子高齢化がどんどん進んでるっていうことも皆さんご存知の通りかと思います。これは2010年の段階での人口ピラミッドで、皆さんは今15歳、2010年には10歳ぐらい、青の紫の濃いところ辺にねいたわけだけども、だんだんやっぱりこうちっちゃくなっていってますよね、年齢の構成がね。これが皆さんが40歳になる頃、2040年にはどうなるかっていうと、もう逆ピラミッド型になっちゃうわけですよね。でこのままいくと日本のあちこちで過疎が進んで村がいくつ消えてなくなるとかですね、今 都会の中でも空き家問題どんどんできてきてるとかね、少子高齢化っていう問題がかなり日本の社会構造を変えていくだろうというようなことも、問われているわけですね。まあ、そういうふうにこう社会が変化していく中で、これからの社会を生きていく力っていうものにどういうものがあるんだろうかということが、いろんなその研究グループなんかで議論されています。例えばということで一例だけご紹介すると、 OECD 経済協力開発機構はキーコンピテンシー、社会を生きていく上で鍵になるような能力ということで3つの柱で能力をこう整理して見せてくれています。1つ目がツールを相互作用的に用いるっていう力です。これはですね、まあ主には読み書きの力ですね。読み書き3の力、人とコミュニケーションを取るときには言葉を使いますよね。それから、情報をこう自分なりに受け取って発信していくっていうようなことも必要になってくるし、まあ、ICT 関連を使いこなすっていうようなこともきっと必要だろうと、まあそうかなと。それから、まあ、さっきのね多国籍企業じゃないけれども、今までだったらまあ日本人同士で大体お互い同じような価値観のもの同士でやり取りしていたら済むものが、どんどんこういろんな人といろんな国の人いろんな文化の人と交流する機会というのが増えていくっていうことが予想されることから言うと、異質性、まあ、自分とは違った価値観や文化を持っている人とどうやって交流しながら協力してやっていくのかという力もますます重要になるだろうなと。まあ、時には問題が起こった時にうまく妥協点をね探して解決していくだとか、お互いの良さを生かし合いながらチームワークをするっていうようなことが重要になるんじゃないかというようなことが言われています。それから自律的に活動する力も大事だよっていうことが言われていて、例えば、自分の人生どういうふうにこう設計して生きていったらいいんだろうかとか、あるいは自分の権利っていうものをどう守って生きていったらいいんだろうか、そういうことをちゃんと生きられる力というのが重要ですよっていうようなことも言われています。で、今日こだわりたいポイントっていうのは特にこの A と B のあたりですね、全体像の中で行動をするっていうことと、自分の人生計画とか個人プロジェクトを自分なりに考えて実行していくっていうところにこだわってみたいなと思っています。つまり先の見えない時代だからこそ、自分の人生で自分の人生を自分でデザインする力が大事で、そのための手助けになるような山城麩箱にしたらどうかなというのが私の提案です。